はい、こんにちは、ビッグボーイです。バトルフィールドハードライン。コンクエストで、エバーグレイズ、やっていきたいと思います。あ、僕が運転か。まあ、ハードラインももうだいぶ、やり慣れてきた方なんですが、ちょっとアタッチメントのお話でもしようかと。バトルフィールド4と、同じく、バトルフィールド、あ、バトルフィールド4、であった、おなじみのアサルトライフルのアタッチメントである、なんだっけな、マズルブレーキとコンペンセーター。なんか待って、目の前からヘリ来てるから、喋ろうにもなかなか喋れないんだけど。回収したから、味方にやってもらおう。味方頑張れ。もうブラボーに降りようか。OK。そのアタッチメントで、マズルブレーキとコンペンセーターがあると思うんですけど、あ、待って。やめて。あー、ガンスナイパー。その、バトルフィールド4では、マズルブレーキが縦ブレ軽減で、コンペンセーターが横ブレ軽減だったと思うんですけど、ハードラインでは、それがなんと、逆になってるらしくて、ハードラインではコンペンセーターが縦ブレ軽減で、マズルブレーキが横ブレ軽減と、そこの機能がひっくり返ってること結構知らない人も多くて、そのまんま BF4 と同じ流れでマズルブレーキをつけてる人も結構多いんじゃないかと。で、僕はそのコンペンセーターとマズルブレーキのどちらもバランスがうまく取れてる、ヘビーバレルを今装備してます。ヘビーバレルは結構命中精度も良くて、狙いやすいので、最近では愛用しています。で、今これは ACR と。ここに一人。さあ、ブラボー取った。さあ、敵がそっちにいるな。味方がやった。ゲチャリポ。見つけたぞ。スナイパー、スナイパー、倒せない。あれ。当ててなかった。救急キット受け取れ。一旦回復して。グレネードでも投げとこう。ねえ、マークね、なんだっけな、メッセージスキルも今レアが多いので、あれ当たってない。どっから、あ、パトロールヘリがあるな。パトロールヘリ動かそうかな。パトロールヘリもだいぶ強化したので、やっていこう。一人やって、やるね。うん、当たんない。あ、嘘!やられた!いってぇ。グレランか何かに撃たれたか。オッケー、どうしようかな。ちょっと劣勢。ブラボーを脇して、デルタに行こうかな。軍隊が4人、5人。ハッカーが1人ついてるかな。やって。やって。オッケー。ほんとね、ヘビーバレルが、なかなか安定するので、いいアタッチメントじゃないかと。リロード。チャーリー方面からブラボーに敵がどんどん向かっていってるな。スナイパーいた。やって、あっちに敵がバレてるな。グレネード。当たってない。やって。なんか、銃弾が見えるけど何撃ってた?デルタ行こう。あ、まだいた。どこだ?いいね、オッケー。で、リスポーンが結構、いろんなとこから湧いてくので、
リスポーンに注意しつつ、敵のリスポーンに注意しつつ、拠点取ってこう。なんだろ、チームデスマッチはあんまやんないんですけど、チームデスマッチにおいてはなんか、某新より並みのリスポーンの悪さがあるそうなので。軽装中か。まずい。どこにいる？いないな。いた。オッケー。さあ、チャーリー取りに行こうかな。チャーリー今敵に取られてる。味方がやや優勢気味。いたな。伏せたな。伏せていいのか？ナイフ。ああやられた。ブラボーチャーリー取れてない。と、分隊さんも結構いる。パトロールヘリはこのマップはブラボーからじゃないと湧かないので、ブラボーは可能な限り取った方がいい。けど、チャーリーが取られてるとチャーリー方面からどんどんブラボー来るので、どちらかを早く取っちゃった方が。うん、隠れちゃった。あ、入ってったな。おお、待って。あー、ダメだ。キル確定アシスト、ありがたい。回復して、あ、敵いる。これはエンフォーサーかな。さて、エコー点滅防衛しに行こうかな。敵全滅かな？エコ取り返そう。本作この、コンクエストで旗に噛める範囲がマップに表示されるようになったから、これが地味に分かりやすくて便利。さあ、ブラボーが点滅気味。味方取れてる点滅かな？敵がそこにいるけど味方がやった。こっちにいるぞ。うん、遠いな。裏も軽装してるな。グレネードでもぶち込んであげよう。当たったけど死なない。あれ？オッケー。パッと振りかざしてきたが今。ブラボー取れた。そこにいるけどグレネードないや。オッケー。あー、デルタ方面から来てるのか。まずい。やられた。ブラボーにグレラ持ってきてるな。さあ、どうしようかな。アルファ点滅。エアボート、うん、ブラボーは起床。ブラボーの防衛に回ろうかな。めっちゃ狙われてる。どうしようか、めっちゃいるな。倒した。あれ、なんだこれ。どうした。ちょっと移動。ダメだ、開けすぎ。こーだ。ダメだ。依然チャーリーデルタ。ブラボー取られてんな。どうしよう、アルファもちょっと危ない。分隊、あ、ヘリがいる。ヘリ脇で降りて。あっぶねえ。エイムが全然安定しない。ああデルタ防衛してるな。だけどまだヘリが生きてる。落ちちゃった。分隊は消して。スナイパーいるな。
うん。あっちか。よし。ヘッドショット、おう。よし、救急キットだ。行っちゃったな。あ、いて、いて。んー、ブラボすごいいるな。ありがたい。あれ？なんだ？めっちゃ揺れてる。ちょっと降りよう。なんか音がすげえこもってるな。音がすげえこもってる。オートバグかな？やって。あれ、なんか音がすげえこもってる。リスポンしたら治るかな？グレネードポン。なあ、倒せない。音がすげえこもってる。治ったかな？さあ、まずいな。この分隊の人たちに続いて、音直った。チャーリー取りに行こう。分隊指示に従って、分隊行動していく。ね、真正面突破がダメなら、裏に回っていくと。あ、おう、ああ、ちょっと味方危ない。さあ、妙なリスポーンに注意していこう。来てるな、敵。このままデルタ取りに行く感じでいいでしょう。まずいな。お、倒した。よし。明星スキル、回復アップグレード。OK、デルタ行こう。さあ、ここは非常に開けてるから、スナイパーに撃たれることも。ぐるっと待ってこ、デルタに。デルタいない。オッケー、デルタ入ろう。チャーリー点滅だけど、デルタも点滅させる。パトロールヘリがいるな。敵降りてきたな。よし、二人やった。チャーリー方面に敵が向いてるな。やって、まだいる。うん、倒してね。あ、まっすぐか引かれた相打ち。気がついたら死んでる。恐ろしき。まっすぐか。デルタボーイしよう。二人やって、足元が見えちゃってるな。あー、グレネード変なとこに投げちゃった。やって、やって、 ACR 強い。やって、 OK、 噛めてる。敵やった。さて、あ、全拠点取れてる。エコー点滅。味方すごい。歩兵1名、もう1名。味方やった。味方頼もしい。あっ、危ない。倒した。非常にいい調子だよ。味方がボッコボコにしてるんですよ。待って、こっちから来てないか。わあ、倒せない。あ、味方が蘇生に。ありがたい。非常にありがたい。待って、できるわ。のあ、めっちゃいる。あ、終わった。32キリ10です。というわけでね、アタッチメントの話、ほんのちょっとしかしてないけど、
まあ、マズルブレーキとコンペンセーターの機能が BF4 から変わってるっていうことに、まあ、注意しましょう。個人的には、マズルじゃないや、ヘビーバレルがおすすめです。じゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。